よし、どうも、パンケーキです。マシュマロを読んでいきたいと思います。お久しぶりのパンさん、テスラで試してほしいギアが一つあります。コンセプトは、ボンエントプラス、楽なインク管理です。個人的にはお気に入りです。で、ギアの方が、サブ性能 1.0、インク回復 1.0、メインインク効率 1.3、以下速度 0.3、ジャンプ短縮 0.2、サブ影響 0.1 です。使ってみてください。ということで、作ってみました。こんな感じでしょうか。ということで、やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。スメーシーワールドのガチエリアやっていきましょう。最近猫ミームみたいなの流行ってるけどさ、あれ頭から離れへんねんけど。なんかチピチャパチピチャパずっとしてんねんけど、頭の中で。あ、一人落ちちゃった。チピチピチャパチャパドゥビドゥビだ。さあ、気を取り直してやっていきましょう。チピチャパ、チピチャパやっていきましょう。あとハッピーハッピーハッピーってやつ、ハッピー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 のやつ。あれさ、見てたらさ、急にさ、腕がムキムキになったさ、米津玄師さん出てきてさ、ビビったマジで。ということで、やっていっているんですけど、今んところ、ボム投げていない、ボム。ここで円筒がね、ぶっ刺さるんじゃないか。ぶっ刺さり円筒。ぶっ刺さり円筒投げからの、メインでやる。からの、下に降りてくるんかーい。はい、メインでやる。ここで円筒。この円筒が、ぶっ刺さるんじゃないか。ぶっ刺さっていく！円筒がぶっ刺さっていく！これはチピチャパですわ。チピチャパって何ですか？どっちかっていうとさ、ダイナモはさ、チピチャパの方じゃなくてさ、ドゥビダバの方だよね。どっちかっていうとね。これ前に投げるべきだったか。それ強制的に取れるのちょっと強ない？サメライド、チピチャパサメライドしやがって。あ、で、ちょっと、その、お風呂やめて。残り湯で死にそう。やめてー。ちょっとボム投げたい。ここでボムが効いてくるんとちゃうんけ。違うみたい。え、後ろ。あ、ごめん、見えてなかったよ。で、ステジャンを履いていないから、ちょっと前には飛べなくて。歩いていくしかねえ。でもエリアの時ってね、なんかね、なんだかんだ基本的に歩きで行った方がうまくいったりするよな。なんか飛んで、さ、無駄にやられちゃうよりも、ちょっとお風呂やめてください。あ、ちょっともう全部なんか当たりに行ってね、僕。当たりに行ってたわ。ちょ、お風呂ほんまにやめてほしいんですけど、履いてるんですけど、おパンチュネズミ、おパンチュネズミは誰？おパンチュウサギもね、なんかね、頭の中によく流れてくんだよな。てか、頭の中に流れてくるっていうか、僕が何々なんですけどって言った時に、おパンチュウサギが頭の中で履いてるんですけどって言ってくる。主張が激しい。あっぶねって。うわぁ、そういうことしてくる。ああ、死ぬんだ。普通に死ぬ。ボムでキル取りたいね、これ。ここは。相手ね、長射程。お風呂とか、鉛筆とかいるから、もうそういうね、長射程の武器に目に物を見せてくれる。そのような生き様を見せたい。このボム円筒で。ほい。はい。イカロールからの？あ、だだだだ、下からの？今のところあんまいいことできないけど、いい動きはできていないが、ボム。このボムが怖いんじゃないか。ちょ、やめてやめて。え、来い。ちょ、なんだこれ。雨何枚いるんだ。これお風呂と鉛筆で2枚いるのか。雨もめんどくさいね、本当に。これ円筒怖いだろ。やばいやばいやばい。的確に狙ってきてる。的確襲って感じ。的
覚醒だった。ナイス。でも味方が強いんやけど、味方が強くて僕もボム投げるぐらいしかやることなくて、遠投でボム投げるぐらいしかやることがなくて、でも一発刺さったね、遠投ボムが。でもこれボムメインで行くというよりかは、まあ、狙えるところが増えるみたいな感じね、ボムで。基本的にはメインで行っていい感じかな。さあ、湯の花大渓谷ガチエリアやっていきましょう。湯の花結構苦手なんですけど、苦手意識があるんだが、そこをね、このね、ボム遠投で高台にいるリッターなどをね、しっかりと圧かけていく。あわよくばやっていく。そのようなね、ことができたらいいなと思っておるが、相手もボム。ボムにはボムを、目には目を、ボムにはボムを、ダイナモにはダイナモを。そんな環境だったらどれほど良かったでしょう。それならばどれほど良かったでしょう。実際はダイナモにはジムキャンプやから。やれんまー距離が足りなかったか。いや、飛んだらあかんねんな。捨てジャンを積んでいないので飛ばず、飛べず剣士といったところ。てかでも味方が強くて今のところ勝てている。転がしていく。やめてやめて。さすがにね、それはね、やらざるを得ない。さすがのパンケーキと言えぞ、それはやらざるを得ない。なんか右にいるね。右のバケツしっかり見てる。ナイス、いいね。これ味方にザミングがいることによって、あのしっかりとね、エナスタが供給される。まあ、あのマラソンの給水所みたいな感覚よね。うわー、やりたかったなこれ。しかしボムで遠投で1個やれたと。遠投でやれるんだよ。遠投でしっかり敵を倒せるんだぞってところをお見せしたい。あ、やれない。もうちょい、もうちょい前だったな。もうちょい前に投げてればやれていたといったところ。ナイスすぎないか。ちょっと待って、ここは飛べる、ここは飛べる。さすがに飛べると見た僕は。危ない。よし、全然危なくないし。危なくないけど、危ないっていうことによって危機感を持たせる。最近さ、危機感持った方がいいみたいなさ、なんかセリフ流行ってない？あれなんなん、危機感持った方がいいミームみたいな、あれなんなんですか。そんなさ、危機感持って生きなくてもいいんじゃないか。別に人に迷惑かけず穏やかに過ごせたら一番いいんじゃないですかね。さあ、3戦目湯の花やっていきましょう。でもまあ、なんか危機感持った方がいいのやつは啓発的な感じなのかな。そういうのを見てさ、頑張ろうって思える人も結構おるもんね。僕ね、逆なよな。めちゃくちゃね、ひねくれてね、性格が悪いもんでね、なんか啓発的なものを見るとなんかはってなっちゃう。あんまなんか言われたくねえ人に。しっかりとメインで倒し、そしてデコイング。相手にさ、弓がいるからね、この弓に対してしっかりとこのボミングで圧をかけていきたい。ボミング、ボミングハミング。ちょくらないで、危ない。これ緊急回避やけど、いいね、いいとこに飛んでいる。もう完全に今のはね、飛び位置見てなかった。とりあえず今の状況だけ脱しようとしかしてなかった、ね、飛んでるね。それピンクが、あぶれ、いいよこのボム。あぶれあぶれあぶれ、このボム、このボムなのよ。ボムでね、遠投ボムで引っ張り出してからのキル、いいキルが取れたんちゃうか。
ナイスや。誰もナイス押し返してくれんけどね。押し返してもらえないけど、あ、押し返してくれた、ありがとうね。優しいね。しっかり円筒ボムでキルも入っていくと。いいね。いや、円筒楽しいな、割と思ったより。あんまり今まで円筒ギア、まあ、円筒というか、サブ性能アップで積んだことないんやけど、いや、これおもろいね。遠くまでボム届くの快適やね。ナイス。